なたのアドレス姿勢は、得する人、損する人、どちらですか？こんにちは、トータルゴルフィットネストレーナーの小宮亮です。 TGF アカデミーをご視聴していただきありがとうございます。このアカデミーでは、アドレスで得する人、損する人についてのご説明をしていきたいと思います。この講座ではこのような流れでご説明をしていきます。まずはじめに講座の説明です。続いてアドレス姿勢のチェックをご一緒に行っていきましょう。そしてアドレス姿勢の解説を行います。最後にエクササイズを行います。このような4つの流れで今回はお話の方を進めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ゴルフをやられている皆様ですと、アドレスをきれいにしようと思ったこと、また取り組んだことは一度はあると思います。なかなか治らないと苦戦している状況であったり、苦戦した経験をお持ちではないですか？アドレス姿勢の形だけに意識をしても、そう簡単に治すことはできません。筋肉の使い方や体の適切な動かし方を理解することで、いいアドレス姿勢を獲得することができます。そして適切な体の動かし方を習得するには、体の中に潜んでいる多くの制限を取り除く必要があります。なのでこれからアドレス姿勢をチェックし、その制限になっているものは何か一緒に調べていきましょう。はい、それではまずはじめにアドレス姿勢のチェックをしていきましょう。ロングアイアンですね。ロングアイアンをイメージした状態でアドレス姿勢の方を構えてみてください。はい、この姿勢を横方向から見て解説の方をしていきたいと思います。評価をする際に、頭からお尻までですね、赤色の線を引いて説明していきます。まずはじめに説明するのがこの姿勢です。この姿勢はニュートラルなアドレス姿勢となります。背中の赤い線に対して体の背面が全てくっついている状態になります。このアドレス姿勢が通常理想的な代表姿勢と言われています。はい、続いて説明するのがこのアドレス姿勢です。こちらは S 字姿勢と呼ばれるアドレス姿勢です。反り腰のようになっているのが代表的な見え方です。赤い線に対して腰の部分がですね、離れてしまっているのがこの姿勢になります。25% のゴルファーの方がこの S 字姿勢だと言われています。はい、最後に説明するのがこのアドレス姿勢です。このアドレス姿勢は C 字姿勢と呼ばれています。猫背のような状態になってしまっているのがこの姿勢の代表的な見え方です。胸周りが丸くなってしまっているため、赤い線を越えてしまっていますね。この姿勢は 33% のゴルファーの方がこの C 字姿勢だと言われています。はい、皆様はこの3つのアドレス姿勢のどれに当てはまったでしょうか？最初にご紹介した
ニュートラル姿勢の方が今回の得する人となっております。そして S 字姿勢や C 字姿勢の方は損する人というふうになってしまいます。はい、それではなぜこのような姿勢になってしまうかの説明をしていきたいと思います。なぜこのような姿勢になってしまうのかというと、筋肉のバランスがとても強く関わっています。バランスが悪くなる、バランスが整わなくなったりすると S 字姿勢や C 字姿勢のような状態になっていきます。筋肉は基本グーとパーの運動を行います。グーの筋肉が縮む動きです。そしてパーの動きが伸びる動きです。一つの筋肉がグーの動きをすれば、反対側の筋肉はパーの動きをします。例えば上腕二頭筋と呼ばれる力こぶの筋肉です。上腕二頭筋がグーの動きで縮むと、反対側にある二の腕の上腕三頭筋はパーの動きをして伸びる状態になります。この一連の流れを相反抑制と言います。この相反抑制という筋肉の一連の流れがうまく行われないと、姿勢の乱れにつながってきます。それではこの関係性を用いて S 字姿勢と C 字姿勢のご説明をさせていただきます。はい、それではこちらの画像をご覧ください。こちらの画像は S 字姿勢に強く関わっている股関節周囲の筋肉を表しています。まず説明するのがグーの状態の筋肉です。グーの状態は硬さが見られ、収縮した状態で固まってしまっている筋肉のことを言います。これらの筋肉は太ももの前側と背中側の腰の筋肉がグーの状態で固まってしまっています。そしてそれぞれの対になっている筋肉ですね、それらがパーの状態になります。パーの状態の筋肉はお腹の筋肉とお尻やもも裏の筋肉です。パーの状態になってしまっていると、筋肉が伸びてうまく使うことができない状態になってしまっています。このような S 字姿勢の状態ですと、腰周りの筋肉は常に縮んでいるため、かなりのストレスがかかっています。これにより腰痛の原因になることがとても高い状態です。この腰にかかる負荷が高い状態でゴルフのスイング動作を行っていると、ニュートラル姿勢の方よりも腰を高めるリスクがとても高い状態になってきます。はい、続いてですね、 C 字姿勢のご説明をしていきます。こちらの画像をご覧ください。 C 字姿勢の場合、胸周りの筋肉が大きく関わっています。そしてグーの状態の筋肉は胸周りの筋肉と首の後ろの筋肉です。そしてパーの状態の筋肉は背中の肩甲骨周辺の筋肉と首の前側の筋肉です。胸周りの筋肉が縮んでしまっていると、胸椎と呼ばれる背骨の胸のあたりですね、この部分が丸くなってしまいます。そうなることで胸椎の
回線能力は著しく減少してしまいます。これにより大きなスイング動作がしづらい体の状況になってしまうのです。また胸椎が回線しない分、肩や腕を多く動かしてしまい、それらの痛みにもつながる可能性があります。はい、この2つを説明したように、S 字姿勢や C 字姿勢だとこのような重大な欠点が現れてきてしまいます。ですがニュートラル姿勢ですと、これらの欠点は現れにくい体の状態です。 S 字姿勢や C 字姿勢だと大きな損をしていることになります。ぜひこの後のエクササイズをご一緒に行い、ニュートラル姿勢に戻し、得する人を目指していきましょう。はい、それではエクササイズの方をご一緒に行っていきましょう。まずはじめにですね、S 字姿勢の改善エクササイズを行っていきます。C 字姿勢だった方はですね、この時間まで早送りしてください。それでは S 字姿勢改善エクササイズを行っていきます。まず1種目目に説明するのがクロスボディストレッチです。このような種目を行います。仰向けになり、手を横に広げ、片足を上に伸ばしましょう。膝を伸ばしておくのが大変な方は軽く曲げていただいても構いません。次に上げている足をですね、反対側に倒していきましょう。この種目の注意点としては、上げている足側の肩が床から浮かないように注意してください。これを左右10回1セット行っていきましょう。それではご一緒に行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、2種目目のエクササイズを行っていきます。2種目目はクワドストレッチという種目です。このような種目です。片膝立ちの状態になり、後ろ足を椅子にかけましょう。頭から膝まで一直線の状態を保ってください。その姿勢を保ったまま、両手を上に伸ばしていきましょう。
この種目の注意点は腰が反らないようにすることです。お尻に力を入れ腰が反らないようにしましょう。それではこのエクササイズ左右10回1セット行っていきましょう。はい、3つ目のエクササイズです。3つ目はキャット&ドッグという種目を行っていきます。このようなエクササイズです。まず四つ這い状態になります。この時に肩の真下に手のひらが来るように、股関節の真下に膝が来るようにしましょう。この状態から背骨全体を反るように顔も前に向けていきます。そしたら次におへそを覗き込むようにしながら背骨全体を丸めていきましょう。この時特にですね、骨盤を丸めることを意識してください。骨盤を丸めると腰、腰椎と呼ばれる部分がきれいに丸まってきます。このエクササイズの注意点は、背骨を動かすときに肩に力が入りすぎないように注意しましょう。このエクササイズを10回1セット行っていきましょう。1はい、4つ目のエクササイズです。4つ目はスティックリバースクランチ、クラブを使用して行います。このようなエクササイズです。まずはじめに仰向け状態になり、手を真上に伸ばしましょう。伸ばした手、両手でですね、クラブを持ちます。その状態からしっかりと息を吐きながら
体を丸めてクラブをお尻の下まで通していきます。お尻の下までクラブがいったら一度リラックスをし、また息を吐きながら体を丸め最初の開始姿勢まで戻りましょう。このエクササイズでは体をとにかく丸めることを意識してください。お尻の下までクラブを持っていくことができない方はこの動画のように足の裏までクラブを持っていく状態でも構いません。はい、それではこのエクササイズ10回1セット行っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、続いてはデッドバグコアエンゲージという種目を行っていきます。このようなエクササイズです。まずはじめに仰向け状態になります。仰向け状態のまま手を前に伸ばしてください。そして股関節、膝関節を90度に曲げ床から浮かしていきましょう。片方の手で反対側の膝を触り、触り合ってる手と膝を軽く押し合います。その状態をキープしたまま、反対側の手足を遠くに伸ばしていきましょう。このエクササイズは腰が浮かないようにお腹に力を入れた状態で行ってください。それではこのエクササイズ左右10回1セット行っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続いてヒップリフトという種目を行っていきます。このような種目です。仰向けに寝てもらい、膝を立て、かかとをお尻の近くに寄せていきましょう。かかとで床を押すようにして、しっかりとお尻を上げていきます。お尻に力が入っていることを意識して行っていきましょう。
10回行っていきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10はい、最後のエクササイズを行っていきます。最後はスクワットという種目です。このような種目になります。足幅を肩幅に広げ、つま先をまっすぐに向けます。手を胸の前で合わせてゆっくりしゃがみましょう。太もものラインが床と平行になるまで深くしゃがんでいきます。この時に膝がつま先よりも前に出ないように注意をしながら、お尻を後ろに引きながらしゃがんでいきましょう。そしてしゃがんだ際に腰が反らないようにお腹にしっかり力を入れて行いましょう。このエクササイズを10回1セット行います。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10はい、それではここから C 字姿勢改善エクササイズを行っていきます。はい、C 字姿勢改善エクササイズ1種目目、まずはじめに首のストレッチを行っていきましょう。このようなエクササイズです。まずあぐら姿勢の状態でしっかりと背筋を伸ばし座ります。両手を頭の後ろに回し、首を曲げていきましょう。この際に背中が丸まらないようにしっかりと背筋を伸ばした状態で行ってください。はい、このストレッチを30秒間ご一緒に行っていきましょう。はい、それでは続いてのエクササイズを行っていきます。続いてはオープンブックと呼ばれる種目です。このような種目です。まずはじめに
横向きの状態で床に寝てください。その姿勢のまま上の膝を90度に上げましょう。そして下側の手で膝を押さえます。上側にある手を前に伸ばしていただき、反対側まで大きく開いていきましょう。この際に肩が上がってこないようにしっかりと耳と肩を遠ざけてこのエクササイズを行ってください。反対側まで開いた状態で2回大きく深呼吸をしていきましょう。このエクササイズを左右10回1セット行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、続いてのエクササイズです。続いてはプレイヤーストレッチという種目を行っていきましょう。このようなエクササイズです。まずはじめに四つ這い状態になり、親指を上に向けた状態で両手を前に伸ばしましょう。手の位置をキープしたままお尻を後ろに引いていきます。この際に溝落ちを床に近づけるように意識してください。このエクササイズを10回行っていきましょう。10、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続いての種目です。続いてはプロン A を行っていきます。このような種目です。うつ伏せの状態になり、両手を斜め下に伸ばしていきましょう。顎を引いたまま鎖骨が床から離れるところまで上体を上げていきます。その状態をキープしてください。両手の親指を天井方向に向け、
その両腕をしっかり持ち上げましょう。この際に顎を引いたままの状態でキープしてください。この種目を10回行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いての種目はアームリーチという種目です。このエクササイズはクラブを使用して行います。このような種目です。立った状態で肩の後ろにクラブを持っていきます。その状態のまま膝を軽く曲げ、上体を45度倒していきます。両手でクラブを持ったまましっかりと肘を伸ばし、頭の上までクラブを移動させていきましょう。伸ばしたらしっかりと肩甲骨を引き寄せながら最初の姿勢まで戻します。このエクササイズ、猫背にならないようにしっかり胸を張った状態で行ってください。10回1セット行っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後に説明するのが W ターンという種目です。このようなエクササイズです。足幅を肩幅に開いていただいて、クラブを背中で背負います。両膝を軽く曲げ、上体を45度倒しましょう。上体の角度を保ったまま体を左右に回していきましょう。この際に猫背にならないように胸をしっかり張った状態で行いましょう。左右10回1セット行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、エクササイズの方お疲れ様でした。ぜひ S 字姿勢や C 字姿勢の方はですね、このようなエクササイズを行っていただいて、ニュートラル姿勢を目指し、得する人を目指していきましょう。 TGF ではサマーキャンペーンとして、ステップ1もステップ2もそれぞれ値段が変更されています。
ぜひこの機会に体験の方受けに来てみてください。そしてオンラインストアでは4週間プログラムというのも行っています。このような感じですね。ホームページからオンラインストアを見ていただくと、様々な動画エクササイズ集がですね販売されています。中には無料のエクササイズ集もあるので、ぜひご覧ください。はい、最後になりますが、この動画の備考欄にこの講座のですねアンケートのリンクを貼っておきます。僕の講座を受けてみてどう思ったか、素直な感想をぜひご記入ください。アドレスで得する人、損する人の講座は以上になります。ご視聴ありがとうございました。